今日は長崎県平戸宮の村に来ております。で、今日は師匠様の方と一緒に紹介させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ここの釣り場の場所ですね、はい、今日はですね、結構台風の前くって場所が限られてて、今日はクローバーの離れっていうそうですね、はい、白ヶ島のクローバーの離れ、はい、で、ここは今ちょっと本来だったら左に行く寂しようがコンビなんですけども、どういう具合か右に行ってます、はい、だからちょっと厳しいかもしれませんけども、はい、今度は新しく船歩き売り出すでしょ。そうですね、今週自分の運動、長島さんの、はい、私の運動ですね、はい、ロングキャストバージョン、はい、LC を新しく出すので、はい、今日この場をお借りしてからいろいろと釣法を試したいと思ってます。良い魚が釣れたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。もうかなり鈍天の中でも見えてますもんね。潮が動いてません。当たりはしたけども、イサキかな。ちょっと深く入りすぎたですもんね。超遠方でもですね、浮き見えるんですよ。あら、抜けました。多分イサキでしょ、今のは。ですね、通常この宮の浦ではですね、通1号から竿は 1.2 号でいいと思います。それで、道糸は基本私ら 1.5 を使いますけども、今日は 1.7 号を使ってます。これはちょっと浮きの性能を試すのにも、 1.5 と 1.7 号の違いでは多少はやっぱり水に入っている抵抗を受けますから、ラインのその辺で少し抵抗力を客に与えてみようかなと思ってます。で、浮きはですね、ジャイロ LC のですね、一応ゼロ、その下に、潮受けと深瀬からマンボウロックを使いまして、ハリスをですね、約4メーター強取ってます。ハリスの太さは 1.5 です。ハリはですね、基本これ5号から6号を使います。浮き止めは、浮き止めはですね、要するにスルスルみたいな感じで、できるように、抜けるようにこれしてますね。ウーリーです。あいうの目印ですね。片身に縛ってもこのウーリーっていうのはラインを傷つけにくいんですよ。おお、黒黒、このフロアですね、一応仕掛けが馴染んで
浮きの角度が取れた後にスーッといった感じで明確に当たりが出てきました。でちょっと立ち気味の方が今日は少しいいかなって感じですよね。状況は先ほど右に流れてたんですけれども、今現在少し滑舌の方から潮が当たってきてですね、左沖の方に流れている状況で、自分の釣り竿はちょっと右の方に若干引かれているというような感じになってますので、その引かれ潮ができたことが条件のいい方向につながったのかなと思います。再開 SP でやりました。はい、秋ですね。私と長島さんの木がいよいよ11月にデビューするということで、そうですね、はい、長島さんの方からちょっと茶色絵の LC についての説明をお願いいたします。わかりました。今までのですね、ジャイロ N というのは自重が 0で、約 8g 強ぐらいしかなかったんですよ、はいはい、それでは普通の方が使いづらいだろうということで、自重をですね 11g ぐらいに重たくしてもらって、なおかつこのジャイロ L の特徴を生かしつつ、要するにこれはものすごく感度がいいんです。そうですね、今感度的にはですね、その感度を引き続きつつ、その要するに円筒力を増すというような感じでこれ LC というのを作ってもらったんですけども、もう人が今までちょっと攻めたいことないようなポイントをこれは攻められるようなバージョンになってます。で、宮原さんの浮きも来てるんですよね。そうですね、自分です。再開 SP ですね、出させていただきます。特徴としては一つちょっと違う点がありまして、はい、浴力ですかね、はい、この浮きには設定がないです。ハリスが馴染んで同じ工数のガンダマを打ってもらえれば、はい、基本的にはつけ餌の重みで沈んでいくというような特徴がありますので、はい、もし餌を捕らえた場合とかは、はい、浮きがシグナルを送ってくれる、止まったり浮いたりというような形になってきますので、今までジンタンをどれを打ったらいいかなって迷われる方も多々多かったと思うんですけれども、その表示のジンタンを打っていただければ簡単に沈め釣りっていう形専用の浮きとなってますので使いやすいかなと。で今回ですね、高重心あとLF 構造ということで、最初はですね馴染まではこういう形で振っていくんですけれども、拾いまで到達すればですね最下部で抑えるということで、地形差の方向、仕掛けの入る方向を向いてですねじわーっとゆっくり入っていきますので、とてもですね地形差の向き仕掛けの向きが分かってくるような商品だと思いますので、感度良さそうな感じでしたね。そうですね、だから、はい、ちょっと感度が良すぎるもんで浮きとちょっとですねよく使っていただいて友達になっていただいて、いろんなサインを拾っていただければと思いますので、はい、はい、そしたら私の浮きともども頑張って今から釣ってもらいましょう。はい、よろしくお願いします。頑張りますので。なんか違うな。やっぱりバリだ。棚深くしたらバリやった。ブワリだ。このえらく早く当たったぞ。今のはめっちゃ早かったよ。こっぱずるやけど。
いました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は再開スペシャルに私やられました。たまたまです。たまたまですか。たまたまです。ありがとうございます。そうです、はい、こういう状況ではちょっとね、潮の状況難しかったんですけども、さすが宮原さんが提案して水家さんが作ってくれたという意気だと思って、もう十分におそらく感動的だと思います。そうです、はい、ということで本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。